はい、どうも、沖縄の杉です。今日3回目のドラゴンクエストの、星のドラゴンクエストの動画でございます。見てほしいんだけど、35,500個。ジェムだっけ、これがあるんだよね。でだ、メタスラの冠や、メタスラローブ。このガチャがね、ジェム3000個で10連続できるわけだけど、これが5月26日の23時59分まで。なので、11回できる。やっちゃおう。うん。10連福引きを11回。つまり110個。やっぱメタスラ系のね、装備欲しいよね。というわけで、110回もやれば多分、1人分ぐらいは揃うんじゃないかという、まあ、望みをかけてやっていこうと思います。さあ、来い。メタスラ装備。今んとこ来ない。ギガレアは出てくるけど。だから持ってるもんばっかりじゃん。無法物のズボン。ギガレアかい。これは月光の弓。あ、持ってるのか。へえ。持ってたっけ。これは氷の爪。まあ今まで持ってなかったけど、メタスラじゃないんだよな。メタスラだけど、二つ目のメタスラのでございます。いらない。まあ、今日から切るからいいんだけど、プラチナメール。あれ？これは？蛇の扇。あ、これも持ってたんだ。へえ。これは？イーグルダガー。ここは？めっバスタじゃない、バスターウィップ。あらま。まあ、それでも2個、激レア2個出てるから、まあ、いいのかな。まあ、メタスラ系出たってことで。よし、いきます。続き。さあ、2回目。今度こそ、持ってないもの。メタスラ系の。プラチナヘルム。次。いらないってば。無法物のズボンって何これ。またちょっと。今度こそ。はい、来い。真理だの。次。これは、達人の斧。ギガレア、はい。まあ。メタスラは、メタスラの冠。初めてゲット。よし。よし、いいぞ。いい感じ。メタスラじゃないよ。しかも、レアだよ、レア。レア。次、ラスト。これ何これ。砂人の槍。へぇ。次。メタス。これなんだこれ。闇の衣。へぇ。超ギガレア。あら。はぁ。2回目。こんなもんか。はい、3回目、いきます。いくよ。まあ、今度こそ、鎧の上とかさ、メタスラの剣とか、鎧だけどこれ、違うよね。これは？氷の爪、さっきも取ったな。次！炎の爪、これは？何これ？氷の刃。おー、あ、氷って感じだ。これは、
まあ、そろそろメタスラ来てもいいんじゃないの？メタスラっていうか、激レア、そろそろ。これは、え？あれ？え？これは、なん、英雄の槍、貴重ギガレアだけど、メタスラでは、ないっす。今回は、うわ、一個しか取れない。うわー、成績悪いなー。困った。まあ、それでも頑張る、頑張る、頑張る。これで何回目だ？ 4 回目？よし。今度は、これ何？魔法サークレット。次！カイトバック。レアだよ、レア。次！次！デーモンスピア。これ顔に見えるあたりが、まあいいよね。いいけれど、まあいい。超大きい、玉鋼のカブと、次！あれ？次こそは来いよ、来てよ。さい。あれ？一個は出るんだよね。一個は出るよね、絶対。精錬。うっそー。ああ、超、炎のブーメラン、超ギガレア。ちょっとメタル系が欲しかったからちょっと感動が薄いなぁ。メタル系が一個も狙えない。5回目？ 5 回目？来いよ。来てよ、べ。パイソンウィップ。ムーンアックス。ルフの盾。プラチナシールド。次、これは？盗賊のチュニック。もう初めてゲット。初めてゲットだけど、ただのレア。次は来るでしょう。来ないし、こんなんだよ。おい。次。砂人の槍だよね、これ。はい、そうですね。はい、そうですね。そうでしたね。そろそろ。まあ、今度こそ。これは？刃の鉢金、超ギガレアだけど、またメタル系ではございませんでした。あ、終わりか。何これ？一人分揃うかな。で、次6回目？よし。
メタル系は次よしよしよし、絶対次メタルじゃねえよ。次こそメタルだよね。これ出なきゃ。え？次こそメタル。これは？炎の爪か。さっきも取ったよ、これ。メタルの鎧。ミラクルコ。何この派手な。超ギガレア？うーわ、またメタル出ないよ。なんでだ。おかしい。おかしい。なぜだ。次こそ、来てよ。ちょっと待って、まだ。え？装備は頭しかない。あとは、ね、武器が、斧が二つ？斧が二つとヘルメット。うっそう。え？中止した方がいい？冠二つ目ゲット。これは何？メタスラのコン。よし。メタスラ、よし。二つ目。うん。これで、今回二つ出てる。よし。なんかここでやった調子良くなってまた出てくるってや、出てこねえし。おい。メタスラの鎧が欲しいの。鎧とか盾とかさ。鎧上下、あと盾。あと剣も欲しい。メタスラの剣ってあったよな、確か。はい。あれ？よし。これメタス。どう見てもメタスラじゃん。聖騎士のヘルム。超ギガレアだけど。うっそー。あと4回できるってことは、あれ？あ、これの中夢か。あれ、どっかで数字間違えたかな。ん？メタス。あれ？うっそ。次こそメタ。次こそメタスラ。これな。ビーストウィップ。いやいや、メタスラが欲しいんです。これも持ってる。ムーンアックス持ってるよ、持ってる。次は。だから、次こそ、なんだ。確かそろそろね、一回は絶対出るわけだから。メタスラのハンマー。まあ、メタスラだから。これで終わり？メタスラの鎧、とか、はい。さ、残りあと3回ぐらいしかできないはず。だから、
だからね、そろそろあのメタスラのね、鎧来てくれていいと思うんだけど、何これ、ローズウィップ。おー、まあいいんだけど、はい、そろそろメタスル。そろそろ来てくれるよね。これだけ連続でやってるんだから、そろそろメタスラ来ないとおかしいよね。え？次こそ。まあいいや、次は絶対メタスラ来るってことで。あの、いい時は3回ぐらい出てきたかし、マジックファン。あの、よく言いません。お願いします。鎧だけで、鎧でいいからください。あら。次は出てくるっしょ。何これ。バスターウィップ。うっす。嘘。ちょっと待って、あと2回。まあ、運営様もあの、鬼じゃないでしょ。これだけ連続でやったんだからさ、なんかでカウントしてて、10回ぐらいやると、絶対出してくれるみたいなことは。持ってます。こ、次は来る、次は絶対来る、次は絶対来るはず。俺予想する、メタスラ。あれ、メタスラの鎧、玄魔の鎧じゃん。次は、そろそろ来るでしょ、メタスラの鎧。何これ、ドングリみたいな、プラチナハンマー。ねえ。何これ。聖騎士の鎧。え、終わり？終わり？嘘。嘘。ちょっと待って。あと1回。つまりこれ11回目？もうここまで来たらやるよ。なんかすごいもったいないことをやっちゃってるような気もしないでもないけど。出るよね、ラストだし。真理のローブ下。貴族のチュニック した。ホワイトバックラー。次、来い。鬼雲の盾。今度こそ。よし。プラチナシールド。次、メタル、来て。ここでこんなのかよ、無法者のバンダラ。そろそろ来ても。白鳥の弓。ちょっと待って、あと何回？鬼雲の音。あといくつで、これで終わり？あ、まだ大丈夫か。せめて、多分これで終わり？おい！また冠かよ！うーわー。今日は、寝ます。嘘。まあ。
というわけで、私の ID これですので、よろしければフレンド登録お願いします。そしてですね、チャンネル登録やコメント高評価、特に今回は慰めのコメント募集しております。よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。